どうもチャンネル登録者数1万人を目指す朗読チャンネルを運営している一万です、えー、本日もこのコーナーでは今日朗読していく作品を紹介していきたいと思いますこの動画は朗読動画となっております音声コンテンツとして利用されたい方は画面を見ずともお楽しみいただけますまたすぐに本編をご覧になりたい方は概要欄からスキップできますのでそちらをご利用くださいさて本日朗読していくのは江戸川乱歩作「疑惑」です えー、江戸川乱歩ですね1984年生まれ1965年没の日本の小説家です、えー、ミステリー作家としてかなり、えー、有名だと思うんで、えー、知ってる人も多いのではないでしょうか、えー、そしてですね江戸川乱歩の書き方というか形の中にですね神保、えー、文が一切なくて2人の えー、男の会話だけで進んでいく、まあ、登場人物の会話だけで進んでいくっていう形があるんですけれども、えー、この疑惑もその形になっておりましてだから小説というより、あのーまあ、お芝居の台本みたいなこう戯曲の方に近いのかなっていう感覚で、えー、朗読しました字の文がないからこその臨場感みたいなものがあるんじゃないかなと思っておりますので、えー、そちらをどうぞお楽しみください それでは改めまして本日朗読していくのは江戸川乱歩作疑惑ですそれでは本編をどうぞ江戸川乱歩疑惑 1, 1その翌日お父さんが亡くなられたというじゃないかうんやっぱり本当なんだねだが君は今朝のまる新聞の記事を読んだかい一体あれは事実なのかいおいしっかりしろよ心配して聞いているのだなんとか言えよ うんありがとう別に言うことはないんだよあの新聞記事が正しいのだ昨日の朝目を覚ましたらうちの庭で親父が頭を割られて倒れていたのだそれだけのことなんだそれで昨日学校へ来なかったのだねそして犯人は捕まったのかいうん 議者は 2, 人挙げられたようだ。しかしまだどれが本当の犯人だかわからないお父さんはそんな恨みを受けるようなことをしていたのかい新聞には遺恨の殺人らしいと出ていたがそれはしていたかもしれない商売上のそんな気の利いたんじゃないよ親父のことなら どうせ酒の上の喧嘩が元だろうよ酒の上ってお父さんは酒癖でも悪かったのかいおい君はどうかしたんじゃないかいああ泣いているね運が悪かったのだよ俺は悔しいのだ生きている間は散々お袋や俺たちを苦しめておいてそれだけでは足らないで あんな恥さらしな死に方をするなんて俺は悲しくなんぞちっともないんだよ悔しくてしようがないのだ本当に君は今日はどうかしている君にわからないのはもっともだよいくらなんでも自分の親の悪口を言うのは嫌だったから俺は今日まで君にさえこればかりもそのことを話さなかったのだ俺は 昨日から何とも言えないへんてこな気持ちなんだ親身の親父が死んだのを悲しむことができないいくらあんな親父でも死んだとなれば定めしかなしかろう俺はそう思っていたところが俺は今少しも悲しくないんだよもしもあんな不名誉な死に方でさえなかったら死んでくれて助かったくらいのものだよ 本当の息子からそんなふうに思われるお父さんはしかし不幸な人だねそうだあれがどうすることもできない親父の運命だったとしたら考えてみれば気の毒な人だだが今俺にはそんなふうに考える余裕なんかないただいまいましいばかりだそんなに親父はじいさんが残していったわずかばかりの財産を 酒と女に使い果たすために生まれてきたような男なんだ惨めなのは母親だった母がどんなに耐え難い辛抱をし通してきたかそれを見て子供の俺たちがどんなに親父を憎んだかこんなことを言うのはおかしいが俺の母は実際驚くべき女だ24年の間あの暴虐を耐え忍んできたかと思うと 俺は涙がこぼれる。今俺がこうして学校へ通っていられるのも一家の者が路頭に迷わないでちゃんと先祖からの屋敷に住んでいられるのもみんな母親の力なんだそんなにひどかったのかいそりゃ君たちにはとても想像もできやしないよこの頃ではことにそれがひどくなって毎日毎日浅ましい親子げんかだ 年がいもなくだらしなく酔っ払った親父がどこからかひょっこり帰ってくる親父はもう酒の中毒で朝から晩まで酒なしには生きていられないのだそして母親が出迎えなかったとか変な顔つきをしたとか実にくだらない理由ですぐに手を挙げるんだこの半年ばかりというものは母親は体に生傷が絶えないのだ それを見ると兄貴がかんしゃく持ちだからね歯ぎしりをして親父に飛びかかっていくのだお父さんはいくつなんだい50だ君はきっとその年でといぶかしく思うだろうね実際親父はもう半分くらい気がちがっていたのかもしれない若い自分からの女と酒の毒でね 夜など何の気なしにうちに帰って玄関の格子を開けるとそこの障子にほうきを振り上げて仁王立ちになっている兄貴の影が映っていたりするのだハッとして立ちすくんでいるとガラガラというひどい音がしてちょうちんの箱が障子を突き抜けて飛んでくる親父が投げつけたんだこんなあさましい親子がどこの世界にある 兄貴は君も知っていた通り毎日横浜へ通って○○会社の通訳係をやっているんだが気の毒だよ縁談があっても親父のためにまとまらないのだそうかといって別居する勇気もない惨めな母親を見捨てていく気にはどうしてもなれないというのだ30近い兄貴が親父と取っ組み合ったりすると言ったら 君にはおかしく聞こえるかもしれないが兄貴の心持ちになってみると実際無理もないんだよひどいんだねおとといの晩だったてそうだ親父はめずらしくどこへも出ないでそのかわりに朝起きるとからもう酒だ一日中ぐずぐず管をまいていたらしいのだが夜10時ごろになって 母親があまりのことに少しおかんをおくらすとそれから暴れだしてねとうとう母親の顔へ茶碗をぶっつけたんだよそれがちょうど花柱へ当たって母親はしばらく気を失ったほどだすると兄貴がいきなり親父に飛びついて胸ぐらを取る妹が泣きわめいてそれを止める君 こんな景色が想像できがでるかい。地獄だよ地獄だよもしこの先何年もああいう状態が続くのだったら俺たちは到底耐えきれなかったかもしれない母親なんかそのために死んでしまったかもしれないあるいはそうなるまでに俺たち兄弟の誰かが親父を殺してしまったかもしれない だから本当のことを言えば俺の一家は今度の事件で救われたようなものなんだよお父さんが亡くなったのは昨日の朝なんだね発見したのが5時頃だったよ妹が一番早く目を覚ましたんだそして気がつくと縁側の戸が一枚開いている親父の寝床が空っぽだったので てっきり親父が起きて庭へ出ているのだろうと思ったそうだじゃあそこからお父さんを殺した男が入ったんだねそうじゃないよ親父は庭でやられたんだよその前の晩に母親が気絶するような騒ぎがあったのでさすがの親父も眠れなかったと見えて夜中に起きて庭へ涼みに出たらしいのだ 次の部屋に寝ていた母親や妹はちっとも気がつかなかったそうだけれどそういうふうに夜中に庭へ出てそこに置いてある大きな切り石の上に腰掛けて涼むのが親父の癖だったからそうしているところを後ろからやられたにそういない「着いたのかい」後頭部をあまり鋭くない刃物で殴りつけたんだ オノとかナタとかいう種類のものらしいのだそういう警察の鑑定なんだそれじゃあ凶器がまだ見つからないのだね妹が母親を起こして2人が声をそろえて2階に寝ていた兄貴と俺を呼んだよ上ずったその声の調子で俺は親父の死骸を見ない先にすっかり事件が分かったような気がした 妙な予感というものがずっと以前からあったそれでとうとう来たなと思った兄貴と2人で大急ぎで降りて行ってみると1枚空いた雨戸の隙間から活人画のように明るい庭の一部が見えそこに親父が非常に不自然な格好をしてうずくまっていた妙なものだねああいう時は。 俺はしばらくお芝居を見ているようなまるで傍観的な気持ちになっていたよそれでいつ頃だろう実際教行の演じられたのは1時頃っていうんだよ真夜中だねで謙議者というのは親父を憎んでいたものはたくさんあるだが殺すほど憎んでいたかどうか 強いて言えば今挙げられているうちに一人これではないかと思うものがあるある小料理屋で親父に殴られて大けがをした男なんだがね「領事代を出せ」とかなんとか言って度々やってきたのを親父はその都度怒鳴りつけて追い返したばかりか最後には母親なんかの止めるのも聞かないで巡査を呼んで引き渡しさえしたんだよこっちは連絡はしていても町での古顔だし 先方はみすぼらしい労働者みたいな男だからそうなるともう喧嘩にならないんだ俺はどうもそいつでないかと思うのだしかしおかしいね夜中に大勢家族のあるところへ忍び込むなんてかなり難しい仕事だからねただ殴られたくらいのことでそれほどの危険を冒してまで相手を殺す気持ちになるものかしら それに殺そうと思えば家の外でいくらでも機会がありそうなものじゃないか一体くせ者が外から忍び込んだという確かな証拠でもあったのかい表の戸締まりが開いていたのだ缶抜きがかかっていなかったのだそしてそこから庭へ通ずるしおり戸には錠前がないのだ足跡はそれはダメだよ このお天気で地面がすっかり乾いているんだから君のところには雇い人はいなかったようだねいないよあでは君は犯人は外部から入ったのではないとそんなそんなことがいくらなんでもそんな恐ろしいことがきっとあいつだよその親父に殴られた男だよ労働者の命知らずなら 危険ななんか考えやしないよ。それはわからないねでもああ君もうこんな話はよそう何と言ってみたところで済んでしまったことだ今さらどうなるものじゃないそれにもう時間だよモツモツ教室へ入ろうじゃないか25日目 それじゃ君はお父さんを殺した者が君の家族のうちにあるとでも言うのかい君はこの間犯人は外から入ったのではないというような興奮を漏らしていたねあの時はそんなことを聞くのが嫌だったのでというのがいくらか俺もそれを感じていて痛いところへ触られたような気がしたんだね君の話を中途でやめさせてしまったが今俺は その同じ疑いに悩まされているのだこんなことは無論他人に話す事柄じゃないできるなら誰にも言わないでおこうと思っていただが俺はもう苦しくってたまらないのだせめて君だけには相談に乗ってもらいたくなったでつまり誰を疑っているのだ兄貴だよ 俺にとっては血を分けた兄弟で死んだ親父にとっては真実の息子である兄貴を疑っているのだ嫌疑者は白状したのか白状しないのみか次から次へと反証が現れてくるのだ裁判所でも手こずっているというのだよく刑事が訪ねてきてはそんな話をして帰るそれがやはり 考えようによってはその筋でも俺の家のものを疑っていて様子を探りに来るのかもしれないのだだが君は少し神経が鋭敏になりすぎてやしないのかい神経だけの問題なら俺はこんなに悩まされやしない事実があるんだこの間はそんなものが事件に関係を持っていようとは思わず ほとんど忘れていたくらいで君にも話さなかったが俺はあの朝親父の死骸のそばでくちゃくちゃに丸めた朝のハンカチを拾ったのだよ随分汚れていたけれどちょうど印を縫い付けたところが外側に出ていたので一目で分かったそれは兄貴と俺の他には誰も持っているはずのない品物だった親父は古風に ハンカチを嫌って手ぬぐいを畳たたんで懐に入れている癖だったし母親や妹はハンカチを持つけれど無論女持ちの小さいやつでまるで違っていただからそのハンカチを落としたのは兄貴か俺かどちらかに相違ないのだところが俺は親父の殺される日までずっと45日の間もその庭へ出たことはないし 最近にハンカチをなくした覚えもないとするとその親父の死骸のそばに落ちていたハンカチは兄貴の持ち物だったと考えるほかはないのだだがお父さんがどうかしてそれを持っていられたというようなそんなことはない親父は他のことではズボラだけどそういう持ち物なんかにはなかなか几帳面な男だった これまで一度だっってて他人のハンカチを持っていたりしたたのを見たことがない。しかしもしそれが兄さんのハンカチだったとしても必ずしもお父さんの殺された時に落としたものとは限るまい前日に落としたのかもしれないもっと前から落ちていたのかもしれないところがその庭は一日おきくらいに妹がきれいに掃除することになっていて。 ちょうど事件の前日の夕方もその掃除をしたのだそれからみんなが寝るまで兄貴が一度も庭へ降りなかったことも分かっているじゃあそのハンカチを細かに調べてみたら何かわかるかもしれないね例えばそれはダメだ俺はその時誰にも見せないですぐ便所へ放り込んでしまったなんだか汚らわしいような気がしたものだからだが 兄貴を疑う理由はそまだまだいろいろな事実があるんだ兄貴と俺とは部屋が違うけれど同じ2階に寝ているのだがあの晩1時頃にはどういうわけだったか俺は寝床の中で目を覚ましていてちょうどその時兄貴が階段を降りていく音を聞いたのだ当時は便所へ行ったのだろうくらいに思って別段気に留めなかったが それから階段を上がる足音を聞くまでにはだいぶ時間があったから疑えば疑えないことはないそれともう一つこんなこともあるんだ親父の変死が発見された時兄貴も俺もまだ寝ていたのを母親と妹の慌ただしい呼び声に驚いて飛び起きて大急ぎで下に降りたんだが兄貴は寝巻きを脱いで着物を羽織ったまま 帯も締めないで、それを片手につかんで縁側の方へ走っていったところがね縁側の靴脱ぎ石の上へはだしで降りたかと思うとどういうわけだかそこへぴったり立ち止まってしまったんだ考えようによっては親父の死骸を見てあまりのことにためらったのかとも思われるがしかしそれにしてはなぜ手に持っていたへこ帯を靴脱ぎ石の上へ落としたのだ 兄貴はそれほど驚いたのだろうかこれは兄の日頃の気象から考えてどうも受け取れないことだ落としたばかりならいい落としたかと思うと大急ぎで拾い上げたそれがね俺の気のせいかもしれないけれど拾い上げたのはどうやら帯だけではなかったらしいのだなんだか 黒い小さなものがそれは一目で持ち主のわかる例えば財布というようなものだったかもしれない石の上に落ちていたのをとっさの場合まず帯を落として隠しておいて拾う時には帯の上からその品物も一緒につかみ取ったように思われるのだそれは俺の方でも気が転倒している際だし本当に一瞬間の出来事だったから ひょっとすると俺の思い違いかもしれない。しかし、ハンカチのことや、ちょうどその自分に絵画や降りたことや、何よりも、この頃の兄貴のそぶりを考え合わせると、もう疑わないわけにはいかぬ。親父が死んでからというもの、家中のものが、なんだか変なんだ。それは、単に家長の死を悲しむというようなものではない。 それ以上になんだか得体の知れぬ不愉快な薄気味の悪い一種の空気が漂っている食事の時なんか四人の者が顔を合わせても誰も物を言わない変にじろじろ顔を見合わせているその様子がどうやら母親にしろ妹にしろ 俺と同じように兄貴を疑っているあんばいなのだ兄貴は兄貴で妙に青い顔をして黙り込んでいる実に何とも形容のできない嫌な嫌な感じだ俺はもうあんな家の中にいるのはたまらない学校から帰って一歩家の敷居をまたぐとぞっと陰気な風が身にしみる 課長を失ってただでさえ寂しい家の中に母親と3人の子供が黙り込んでてんでに何かを考えて顔を見合わせてばかりいるのだああたまらないたまらない君の話を聞いていると怖くなるだがそんなことはないだろうまさか兄さんが君は実際鋭敏すぎるよ 取り越し苦労だよいや決してそうじゃない俺の気のせいばかりではないもし理由がなければだが兄貴には父親を殺すだけのちゃんと理由がある兄貴が親父のためにどれほど苦しめられていたか従って親父をどんなに憎んでいたか事にあの晩は母親がけがまでさせられているのだ 母親思いの兄貴が激高のあまりふととんでもないことを考えつかなかったとは言えない恐ろしいことだだがまだ断定はできないねだからね俺は一層たまらないのだどちらかにたとえ悪い方にでも決まってくれればまだいいこんなあやふやな 恐ろしい疑惑に閉じ込められているのは本当にたまらないことだ3 10日目おいエスじゃないかどこへ行くのああ別にバカに憔悴しているじゃないか例のことまだ解決しないの うん。あんまり学校へ来ないものだから今日はこれから君のところを訪ねようと思っていたのさ。どっかへ行くところかいいや、そうでもない。じゃあ散歩っていうわけかい。それにしても妙にフラフラしているじゃないか。ちょうどいい。その辺まで付き合わないか。歩きながら話そう。で、 君はまだ何か反問しているんだね学校へも出ないで俺はもうどうしたらいいのか考える力も何もなくなってしまったまるで地獄だ家にいるのが恐ろしいまだ犯人が決まらないのだねそしてやっぱり兄さんを疑っているのもうその話はよしてくれたまえ なんだか息がが詰まるる。ような気がするだって一人でクヨクヨしたってつまらないよ話してみたまえ。僕にだってまたいい知恵がないとも限らない話せと言っても話せるような事柄じゃない家中の者がお互い同士疑い合っているのだ4人の者が1つ家にいて口もきかないでにらみ合っているのだそして たまに口を聞けば刑事か裁判官のように相手の秘密を探り出そうとしているのだそれがみんな血を分けた肉親同士なんだそしてそのうちの誰か一人が人殺し親殺しか夫殺しなんだそれはひどい そんなバカなことがあるものじゃないきっと君はどうかしているんだ神経衰弱の妄想かもしれないいいや決して妄想じゃないそうであってくれると助かるのだが君が信じないのも無理はないこんな地獄がこの世にあろうとは誰にしたって想像もできないことだからな俺自身もなんだか悪夢にうなされているような気がする この俺が親殺しの嫌疑で刑事に尾行されるなんてしっ後ろを向いちゃいけないすぐそこにいるんだこの23日俺が外に出ればきっと後をつけているどうしたというのだ君が嫌疑を受けているのだって俺ばかりじゃない兄貴でも妹でもみんな尾行がつくのだ 家のだ。家の中でもお互いが疑い合っているのだそいつはだがそんな疑い合うような新しい事情でもできたのかい確証というものは一つもないただ疑いなんだ嫌疑者がみんな放免になってしまったのだあとには 家打ちのものでも疑うほかに方法がないのだ警察からは毎日のようにやってくるそして家じゅうの隅から隅まで調べ回るこの間もタンスの中から血のついた母親の浴衣が出てきた時なんか警察の騒ぎよったらなかった何んでもないのだ事件の前半に 親父から茶碗を投げつけられた時の血が洗ってなかったのだ俺がそれを説明してやるとその場は一時収まったがそれ以来警察の考えが一変してしまった親父がそんな乱暴者だったとするとなおさら矢内の者が疑わしいという論法らしいのだあとには矢内の者でも疑うほかに方法がないのだこの間は 君はひどく兄さんを疑っていたようだがもっと低い声で言ってくれたまえ。後ろのやつに聞こえるといけないところがその兄貴は兄貴で誰かを疑っているそれがどうも母親らしいのだ兄貴がさも何気ないふうで母親に聞いていたことがある「お母さん串をなくしやしないか」って すると母親がびっくりしたように息を呑んで「お前どうしてそんなことを聞くのだ」と反問したそれっきりのことだ鳥用によっては何でもない会話だだがあれにはぎっくりときたさてはこの間兄貴が帯で隠したのは母親の櫛だったのかとそれ以来俺は 母親の一挙一動に注意するようになった。なんという浅ましいことだろう。息子が母親を探偵するなんて。俺は丸2日の間というもの、蛇のように目を光らせて、隅の方から母親を監視していた。恐ろしいことだ。母親のそぶりは、どう考えてみてもおかしいのだ。 なななんとなくそわそわとく落ち着かないのだ。君この気持ちが想像できるか自分の母親が自分の親父を殺したかもしれないという疑いそれがどんなに恐ろしいものだか俺はよっぽど兄貴に聞いてみようかと思った兄貴はもっと他のことを知っているかもしれないのだからだがどうにもそんなことを聞く気にはなれない それに兄貴の方でもなんだか俺の質問を恐れでもするように近頃は俺から逃げているのだなんだか耳に蓋したいような話だ聞いている僕がそうなんだから話している君の方はどんなにか不愉快だろう不愉快という感じはもう通り越してしまった近頃では世の中が何かこう まるで違ったものに見えるああして往来を歩いている人たちののんきそうな楽天的な顔を見るといつも不思議な気がするあいつらだってあんな平気な顔をしているけれどと親父やおふくろを殺しているのだなんて考えることがあるだいぶ離れた尾行のやつ 人通りが少なくなったものだから一丁も後からやってくるだが君確かお父さんの殺された場所には兄さんのハンカチが落ちていたのではないかそうだだからまるきり兄貴に対する疑いが晴れたわけではないのだそれに母親に慕って疑っていいのかどうかはっきりはわからない妙なことには 母親は母親でまた誰かを疑っているのだまるでいたちごっこだ滑稽な意味でではなく何とも言えぬものすごい意味で昨日の夕方のことだもうだいぶ暗くなっていた何の気なしに2階から降りてくるとそこの縁側に母親が立っているのだ何かをそっと伺っているという様子だ いやに目を光らせているのだそして俺が降りてきたのを見るとハッとしたようにさりげなく部屋の中へ入ってしまったその様子がいかにも変だったので俺は母親の立っていた場所へ行って母親の見つめていた方角を見たそこに何があったと思うその方角には若い杉の木立が茂っていて 葉と葉の間から稲荷をまつった小さなほこらがすいて見えるのだがそのほこらの後ろになんだかチラチラと赤いものが見えたりかくれたりしているのだよく見るとそれは妹の帯なんだ何をしているのかこちらからは帯の端しか見えないから少しもわからないけれどそんなほこらの後ろなんかに用事のあろうはずはない。 俺はもうちょっとで声を出して妹の名前を呼ぶところだった。がふと思い出したのはさっきの母親の妙なそぶりだ。それと俺が祠の方を見ている間中、背中に感じた母親の教師だ。これはただごとでないと思った。もしかしかたら、 すべての秘密があの祠の後ろに隠されているのではないかそしてその秘密を妹が握っているのではないか直角的にそんなことを感じた俺は自分でその祠の後ろを探ってみようと思ったそして昨日の夕方から今し方まで一生懸命にその檻を待っていただがどうしても機会がないのだ 第一母親の目が油断なく俺の後を追っているちょっと便所へ入っても用を済ませて出てくるとちゃんと母親が縁側へ出てそれとなく監視しているこれは俺の邪推かもしれないできるならそう思いたいだがあれが偶然だろうか昨日から今朝にかけて俺の行くところには必ず母親の目が光っているのだ それから不思議なのは妹のそぶりだ君も知っている通り俺はよく学校を怠けるだから近頃ずっと休んでいるのを誰も別に怪しまないところが妹のやつ兄さんはなぜ学校へ出ないのだと聞くのだ今まで一度だってそんなことを聞いたことはないのに 事件があってから2度も同じことを聞くのだそしてその時の目つきが実に妙なんだまるで泥棒同士が合点合点をするような調子で何もかものみ込んでいるから安心しろというどう考えてもそうとしか取れないような合図をするのだ妹はてっきりこの俺を疑っているのだ その妹の妹目も光っている。やっとのことで母親と妹の目を逃れて庭へ出てみるとあいにく二階の窓から兄貴が覗いているそんな風でどうしても機会がないのだそれにたとえ機会が与えられたとしても祠の後ろを見ることは非常に勇気のいる仕事だいざとなったら俺には怖くてできないかもしれぬ 誰が犯人だか決まらないのも無論たまらないことだ。と言って肉親のうちの誰かにそういない犯人を確かめるというのはこれも恐ろしい。ああ俺は一体どうしたらいいのだつまらないことを言っている間に妙なところへ来てしまったねここはいったい何という町だろう。ぼつぼつ 後戻りをしようじゃないか4 11日目俺はとうとう霊の祠の後ろを見た何があった恐ろしいものが隠してあった昨夜みんなの寝静まるのを待って俺は思い切って庭へ出た 下の縁側からは母親と妹がすぐそばで寝ているのでとても出られないそうかといって表口から回るにも彼らの枕元を通らなければならぬそこで俺は2階の自分の部屋がちょうど庭に面しているのを幸いそこの窓から屋根を伝って地面へ降りた月の光が昼のようにその辺りを照らしていた 俺が屋根を伝う怪しげな影がくっきりと地面に映るのだなんだか自分が恐ろしい犯罪者になったような気がした親父を殺したのも実はこの俺だったのではないかふっとそんなことを考えた俺は無遊病の話を思い出したいつかの晩もやっぱりこんな風にして屋根を伝って 親父を殺しに行ったのではないか俺はぞーっと身震いがしただがよく考えてみればそんなバカバカしいことがあろうどおりはないのだあの晩親父の殺された時刻には俺はちゃんと自分の部屋で目を覚ましていたはずだ俺は足音に注意して例のほこらの後ろへ行った月の光でよく見ると 祠の後ろの地面に掘り返した跡があったさてはこれだなと思って手で土をかき分けてみた一寸二寸と掘っていったすると存外浅いところに手応えがあった取り出してみるとそれは見覚えのある自分のうちの斧だった赤くさびた刃先のところに 月の光でも見分けられるほどこってりと黒い血の塊が粘りついていた斧がうん斧がそれを君の妹さんがそこへ隠しておいたというのかそうとしか考えられないでもまさか妹さんが下手人だとは思えないねそれはわからない 誰だだ。って疑えば疑えばるのだ母親でも兄でも妹でもまた俺自身でもみんなが親父に恨みを抱いていたのだそしておそらくみんなが親父の死を願っていたのだ君の言い方はあんまりひどい君や兄さんはともかく、 お母さんまでが長年連れ添った夫の死を願っているなんて、どんなにひどい人だったか知らないが、肉親の情というものはそうしたものじゃないと思う。君にしたって、お父さんが亡くなった今では、やっぱり悲しいはずだ。それが、俺の場合は例外なんだ。ちっとも悲しくないんだ。母にしろ、兄にしろ、妹にしろ。 なししんんでやしないんだ。非常に恥ずかしいことだが実際だ悲しむよりも恐れているのだ自分たちの肉親から夫殺しなり親殺しなりの重罪人を出さねばならぬことを恐れているのだ他のことを考える余裕なんかはないのだその点は 本当にどするけれどだが凶器は見つかったけれど下手人が誰であるかは少しもわからないやっぱり真っ暗だ俺は斧を元のとおり土に埋めておいて屋根伝いに自分の部屋へ帰ったそれから一晩中まんじりともしなかったさまざまな幻がモヤモヤと目先に現れるのだ おふくろが般若のような恐ろしい形相をして両手でおのを振り上げているところや兄貴が顔に石狩川のようなかんしゃく筋を立てて何とも知れぬおめき声を上げながら狂気を振り下ろしているところや妹が何かを後ろ手に隠しながらそろりそろりと親父の背後へ迫っていく光景やじゃあ 君は昨夜寝なかったのだね。どうりでなんだか興奮していると思った。君は普段から少し神経過敏の方だ。それがそう興奮しちゃ体に触るね。ちっと落ち着いたらどうだ。君の話を聞いているとあんまり生々しいので気持ちが悪くなる。俺は平気な顔をしている方がいいのかもしれない。妹が凶器を土に埋めたように。 この発見を心の底へ埋めてしまった方がいいのかもしれない。だが、どうしてもそんな気になれないのだ。無論、世間に対しては絶対に秘密にしておかねばならぬけれど、少なくとも俺だけは、事の真相を知りたいのだ。知らねばどうしても安心ができないのだ。毎日毎日家中のものが、 お互いがお互いを探り合っているような生活はたまらないのだ今さら言って無駄だけれど君は一体そんな恐ろしい事柄を他人の俺に打ち明けてもいいのかい最初は俺の方から聞き出したのだがこの頃では君の話を聞いていると恐ろしくなる君は構わない君が俺を裏切ろうとは思わないそれに誰かに打ち明けでもしないと 俺はとてもたまらないのだ。不愉快かもしれないけれど相談相手になってくれそうかそれならいいけれどで君はこれからどうしようというのだいわからない何もかもわからない妹自身が下手人かもしれないそれとも母親か兄貴か どっちかをかばうために狂気を隠したのかもしれないそれからわからないのは妹が俺を疑っているようなそぶりだどういうわけでやつは俺を疑うのだろうあいつの目つきを思い出すと俺はゾーッとする若いだけに敏感な妹は何かの空気を感じているのかもしれないどうもそうらしいだが それがなんだか少しもわからないのだ。俺の心の奥の奥で、ブツ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 つぶやいているやつがある。その声を聞くと不安でたまらない。俺自身にはわからないけれど、妹だけには何かがわかっているのかもしれない。いよいよ君は変だ。謎みたいなことを言っている。さっき君も言った通り、 お父さんの殺されなすった時刻には君自身がちゃんと目を覚ましていたとすればそして君の部屋に寝ていたとすれば君が疑われる理由は少しだってないはずではないか理屈ではそういうことになるねだがどうしたわけか俺は兄や妹を疑う一方では自分自身までが妙に不安になりだした 全然父の死に関係がないとは言い切れないような気がするそんな気がどっかでする5約1ヶ月後どうした何度見舞いに行っても会わないというものだから随分心配した気でも変になったのじゃないかと思ってね <laughs> だが痩せたもんだな君の家の人も妙で詳しいことを教えてくれなかったが一体どこが悪かったのだい <laughs> まるで幽霊みたいだろう今日も鏡を見ていて恐ろしくなったよ精神的の苦痛というものが こうも人間を痛々しくするものかと思ってね俺はもう長くないよこうして君の家へ歩いてくるのがやっとだ妙に体に力がなくてまるで雲にでも乗っているような気持ちだそして病名はなんだか知らない医者はいい加減のことを言っている神経衰弱のひどいのだって 妙な咳が出るのだよひょっとしたら灰病かもしれないいやひょっとしたらじゃないクブクリンそうだと思っているおぶを始めた君のように神経を病んでいてはたまらないねきっとまた例のお父さんの問題で考えすぎたんだろうあんなこともういい加減に忘れてしまったらどうだいやあれはもういい しっかり解決した。それについて実は君のところへ報告に来たわけなんだがああそうかそれはよかったうっかり新聞も注意していなかったがつまり犯人が分かったのだねそうだよところがその犯人というのが驚いちゃいけないこの俺だったのだよ 君がお父さんを殺したのだって君、もうその話はよそうそれよりもどうだいその辺をブラブラ散歩でもしようじゃないかそしてもっと陽気な話をしようじゃないかいやいや君まあ座ってくれたまえとにかく筋道だけ話してしまおう俺はそのためにわざわざ出かけてきたんだから君は なんだか俺の精神状態を危ぶんでいる様子だがその点は心配しなくてもいい決して気が変になったわけでも何でもないだって君自身が親殺しの犯人だなんてあんまりバカバカしいことを言うからさそんなことはいろいろな事情を考え合わせて全然不可能じゃないか不可能君はそう思うかいそうだろう お父さんの死なれた時間には君は自分の部屋の布団の中で目を覚ましていたというじゃないか一人の人間が同時に2か所にいるということはどうしたって不可能じゃないかそれは不可能だねじゃあそれでいいだろう君が犯人であるはずはないだが部屋の中の布団の上に寝ていたって郊外の人が殺せないとは決まらない これはちょっとだ俺も最近までまるでそんなことは考えていなかったところがつい2、3日前の晩のことだふっとそこへ気がついたというのはやっぱり親父の殺された時刻の1時ごろだったがね2階の窓の外で嫌に猫が騒ぐのだ2匹の猫が長い間 まるで天地のひっくり返るようなひどい騒ぎをやっているんだあんまりやかましいので窓を開けて追っ払うつもりで起き上がったのだがその途端ハッと気がついた人間の心理作用なんて実に妙なものだね非常に重大なことをすっかり忘れて平気でいるそれがどうした偶然の機会にフッとよみがえってくる 墓場の中から幽霊が現れるように恐ろしく大きなものすごい形になって浮かび上がってくる考えてみると人間が日々の生活を営んでいくということはなんとまあ危なっかしい軽業だろうちょっと足を踏み外したらもう命がけの大けがだよく世の中の人たちは あんなのんきそうな顔をして生きていられるものだねそれで結局どうしたというのだまあ聞きたまえその時俺は親父の殺された晩1時頃になぜ俺が目を覚ましていたかという理由を思い出したのだ今度の事件でこれが最も重大な点だ一体俺は一度寝ついたら朝まで目を覚まさないたちだ それが夜中の1時頃はっきり目を覚ましていたというには何か理由がなくてはならない俺はその時まで少しもそこへ気がつかなんだが猫の鳴き声ですっかり思い出したあの晩にもやっぱり同じように猫が鳴いていたのだそれで目を覚まされたのだった猫に何か関係でもあったのかいまああったんだ ところで君はフロイドのアンコンシャスというものを知っているかしらともかく簡単に説明するとね我々の心に絶えず起こってくる欲望というものはその大部分は遂行されないで葬られてしまうあるものは不可能な妄想であったりあるものは可能であっても社会上禁ぜられた欲望であったりしてね これらの数知れぬ欲望はどうなるかというと我々自ら無意識界へ優秀してしまうのだつまり忘れてしまうのだが忘れるということはその欲望を全然なくしてしまうのではなくて我々の心の奥底へ閉じ込めて出られなくしたというにすぎないだから僕たちの心の底の暗闇には 浮かばれぬ欲望の亡霊がうようよしているわけだそして少しでも隙があれば飛び出そう飛び出そうと待ち構えている我々が寝ている隙をうかがっては夢の中へいろいろな変装をしてのさわり出すそれが高じてはヒステリーになり気違いにもなるうまくいって消化作用を経れば大芸術ともなり 大事業ともなる。精神分析学の書物を一冊でも読めば優秀された欲望というものがどんなに恐ろしい力を持っているか一興を喫するだろう俺は以前そんなことに興味を持って少しばかり読んだことがあるその一派の学説に「物忘れの説」というものがあるのだわかりきったことをふと忘れてどうしても思い出せない 俗にどう忘れということいこがあるね。あれが決して偶然でないというのだ忘れるという以上は必ずそこに理由がある何か思い出しては都合の悪いわけがあって知らず知らずその記憶を無意識界へ優秀しているのだといういろいろ実例もあるが例えばこんな話があるかつてある人がスイッツルの神経学者 ヘラグースという名を忘れてどうしても思い出せなかったが数時間の後に偶然心に浮かんできた日頃熟知している名前をどうして忘れたのかと不思議に思って連想の順序をたどってみたところ「ヘラグース」「ヘラバットバット」「浴場」「木浴、光線」というふうに浮かんできた そしてやっと謎が解けたその人は以前スイッツルで光線浴をしなければならないような病気にかかったことがあるその不愉快な連想が記憶を妨げていたのだと分かったまた精神分析学者ジョーンスの実験談にこういうのがあるその人はタバコ好きだったがこんなにタバコを飲んではいけないなと思うと その瞬間パイプの行方がわからなくなるいくら探しても見つからないそして忘れた自分にひょいと意外なところから出てきたそれは無意識がパイプを隠したのだなんだかお談議みたいになったがこの忘却の心理学が今度の事件を解決する鍵なんだ俺自身も 実は飛んだことをどう忘れしていたんだ親父を殺した下手人がこの俺であったということをねどうも学問のあるやつの妄想には困るね世にもバカバカしい事柄をさも司祭らしくやかましい学説入りで説明するんだからなそんな君人殺しをどう忘れするなんてまぬけた話がどこの世界にあるものか <laughs> しっかりしろ君は実際少しどうかしているぜまあ待て話をしまいまで聞いてから何とでも言うがいい俺は決して君のところへ冗談を言いに来たのではないところで猫の鳴き声を聞いて俺が思い出したというのはあの晩に同じように猫が騒いだ時 すぐ屋根のの向こうににある松の木に飛びつかなかったか。なったきっと飛びついたに相違ないそういえばなんだかバサッという音を聞いたように思うということだったいよいよ変だな猫が松の木に飛びついたのが死因の本筋とどんな関係があるんだいどうも僕は心配だよ君の正気がさ 松のの木というう。は、君も知っているだろう俺の家の目印になるようなあのバカに背の高い大樹なんだそしてその根元のところに親父の腰掛けていた切り石が置いてあるのだこういえば大概君にも話の筋が分かっただろうつまりその松の木に猫が飛びついた拍子に偶然 枝の上に乗っかっていたあるものに触れてそれが親父の頭の上へ落ちたのではないかということだじゃあそこに斧が乗っかっていたとでも言うのかそうだまさに乗っかっていたのだ非常な偶然だがありえないことではないだってそれじゃあ偶然の返事というだけで 別に君の罪でも何でもないではないかところがその斧を乗せておいたのがこの俺なんだそいつをつい23日前まですっかり忘れてしまっていたのだその点がいわゆる忘却の真理なんだよ考えてみると斧を乗せたというよりも木の股へ置き忘れたのはもう半年も前のことだ それ以来一度も思いい。出したことがないその後斧の入りようが起こらないので自然思い出す機会もなかったわけだけれどそれにしても何かの拍子に思い出しそうなものだ思い出してもいいほどのある深い印象が残っているはずだそれをすっかり忘れていたというのは何か理由がなければならない今年の春松の枯れ枝を切るために 斧やのこぎりを持ってその上へ登った枝にまたがった危ない仕事なので不要な時には斧を木の股へ置いては仕事をしたその木の股というのがちょうど例の切り石の真上に当たるのだ高さは2階の屋根よりは少し上のところだ俺は仕事をしながら考えたもしここから斧が落ちれば どううなるだろうきっとあの石へぶつかるにそういない石の上に人が腰掛けていればその人を殺すかもしれないそこで中学校の物理で習った落体の仕事の公式を思い出したこの距離で加速度がつけば無論人間の頭蓋骨を砕くくらいの力は出るだろう そしてその石に腰をかけて休むのが親父の癖なのだ。俺は思わず知らず親父を殺害することを考えていたんだただ心の中で思ったばかりだけれど俺は思わずハッと青くなったね。どんな悪い人間にしろ仮にも親を殺そうと考えるなんて。 なんという人外だ早くそんな不吉な妄想を奮い落としてしまおうと思ったそこでこの極悪非道の欲望が意識下に優秀されたわけだそしてその斧は俺の悪念を受け継いでちゃんと元の木の股に時期の来るのを待っていたこの斧を忘れてきたというのがフロイドの学説に従えば言うまでもなく 俺の無意識といっても普通の偶然の錯誤を意味するものではなくてちゃんと俺自身の意思から発しているのだあそこへ斧を置き忘れておけばどうかした機会に落ちることがあるだろうそしてもしその時親父が下の石に腰掛けていたら彼を殺すことができるだろう そういう複雑な計画が暗暗の中に含まれていた。しかも、その悪だくみを俺自身さえ知らずにいたのだ。つまり俺は、親父を殺す装置を用意しておきながら、故意にそれを忘れて、さも善人らしく見せかけていた。詳しく言えば、俺の無意識界の悪人が、 意識界の善人をたばかっていたのだどうも難しくてよくわからないがなんだか恋に悪人になりたがっているような気がするないやそうじゃないもし君がフロイドの説を知っていたら決してそんなことは言わないだろう第一斧のことを半年の間もどうして忘れきっていたか 現に血のついた同じ斧を目撃さえしているじゃないかこれは普通の人間としてありえないことだ第二になぜそんな場所へしかも危ないことを知りながら斧を忘れてきたか第三になぜ殊更にその危ない場所を選んで斧を置いたか3つの不自然なことがそろっているこれでも悪意がなかったと言えるだろうか ただ傍客していたというだけでその悪意が帳消しになるだろうかそれで君はこれからどうしようというのだ無論自首して出るつもりだそれもよかろうだがどんな裁判官だって君を有罪にするはずはあるまいその点はまあ安心だけれどでこの間から君の言っていた いなな証拠物はどうなったのだいハンカチだとかお母さんの櫛だとかハンカチは俺自身のものだった松の枝を切るときに斧のの柄に巻きつけたのをそのまま置き忘れたそれがあの晩斧と一緒に落ちたのだ櫛ははっきりしたことはわからないけれどたぶん母親が最初親父の死体を見つけたときに落としたのだろう それを兄貴がかばい立てに隠してやったものにそういないそれから妹さんが斧を隠したのは妹が最初の発見者だったから十分隠す暇があったのだ一目で自分の家の斧だと分かったのできっと矢打ちの誰かが下手人だと思い込みともかく第一の証拠物を隠す気になったのだろうちょっと起点の利く娘だからね それから刑事の家宅捜索などが始まったので波の隠し場所では安心ができなくなり例の祠の裏を選んで隠した者にそういない矢打中の者のを疑った末結局犯人は自分だということが分かったわけだね盗人を捕らえてみれば何とかだねなんだか喜劇じみているじゃないかこんな際だけれど僕は妙に同情というような気持ちが起こらないよ つまり君が罪人だということがまだよく飲み込めないんだねそのバカバカしい思い違いだそれが恐ろしいのだ本当に喜劇だだが喜劇と見えるほど間が抜けているところが単純な物忘れなどでない証拠なんだ言ってみればそんなものかもしれないしかし俺は君の告白を悲しむというよりも 数日の義運が晴れたことを祝いたいような気がしているよその点は俺もせいせいしたみんなが疑い合ったのは実はかばい合っていたので誰もあんな親父をさえ殺すほどの悪人はいなかったのだそろいもそろって無類の善人ばかりだったその中でたった一人の悪人は みんなを疑っていたこの俺だその疑惑の心の強い点だけでも俺はまさに悪党だったご視聴ありがとうございました江戸川乱歩作の作品は他にも このようなものを朗読しております。また、おすすめの朗読動画はこちらです。どうぞ、あわせてご視聴ください。